野光平さんでございます。エントリーナンバー1番高野光平です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構オーディションを経てその放送をするにあたって、まあ、オーディションの時と印象が全然違うとかっていう川村美乃さん、はい、美乃さんという方でございます。恥ずかしい。うまっ。イケメンやないレブン君。いや、なんかやったっていうのはあの日に言ったそのままなんですけど、あの後帰ってからちょっとどうしようっていう気持ちがあって。大城リリカさん、あらまかわいらしい。はい、さーい。あの沖縄弁あんまないんですけどオーディションに受かった時は最初はびっくりで、はい、不安も結構ありました。日高さんとなっております。台東区、はい、台東区はですね、台東区観光カレンダーを郵送でご購入されるお客様、はい、発送方法が Uメールのみとなります。大変申し訳ございません。いや、選ばれた瞬間でいうと本当に真っ白でしたね。第6期初心者大使となり、新しく DQ10TV の仲間に加わった4人をご紹介してまいりましょう。いや、めちゃくちゃ仲いいですよ。仲いいです。で、なんでこんな仲いいんだろうと思ったんですよ。だってそんな半年前まで知らなかった人同士が、だからドラクエ10の力だと思うんですよ。めっちゃ仲いいです。なんかもう家族みたいな感じ。年齢差が結構上と下であるんですけど、もうそんなのなんか差を感じない。もう目標みたいなのとか、あとは倒さなきゃいけない敵みたいなのが共通じゃないですか。だからすごくなんかこう一個のものに向かって頑張るみたいなのがすごくこう良かったのかなと思います。オッキーはね、濃いんですよ。濃いというか、まあみんな自由なんですよね。まあ、全員、まあ、言い方は悪いですけど、ちょっと根性が悪いというか、ちょっといや負けず嫌いなだけだと思うんですけど。公平なんですけど、まあ一番年も近くというか一個違いで、まあ、男同士ってことですぐ仲良くなったんですけど、ただ卒業を間近にして言うのもなんなんですけど、ファイヤーって何っていうのはずっと引っかかってますね。まあ公平にはリーダーというね、矢面に立つという立場を、やってもらってるので、そこはうまいこと僕の悪行も紛れて、すごく過ごしやすい空間を作ってもらってますね。いや、浩平はでもこの年になって、初めてできたというか、この年になってここまで仲良くなれる友達ができるんだって思うほど、すごく仲良くさせてもらって、もしだからドラクエとかっていうものが今後なくなったとしても、なんかつながってられるだろうなって思える相手です。ありがとうです。いや、初めて会った時に、しかもオーディションの日に私が2番目で浩平が1番目で、いきなりウェイとか声かけてごめんなさい、きっと緊張してたんだろうに、私がすごい、まあ、この人は大丈夫だろうって妙な自信があって声をかけてしまって、で結構しかもえぐいノリで声をかけてしまったんでごめんねごめんねってちょっと今申し訳なく思ってます。実のところ彼も相当人見知りなので、すごくこうお互い私も人見知りなので、この時にこう話しかけられて仲良くなるきっかけになったのかなと思って、いや本当に6期を引っ張ってくれてありがとうございます。ありがとうございましたって言いそうになったけど、まだまだやるつもりなので、ありがとうございます、これからもよろしくお願いしますって感じですね。はい、はい、海のはもう本当なんかあんま頑張りすぎないでねって思います。すごい多分あの子は負けず嫌いなんですよ。男子2人に負けないように多分一生懸命やってると思うんですけど、まあ、たまには頼ってくれてもいいんだよって俺たちのこととか。海野さんは本当にお姉ちゃんでもあり、ロッキーのママみたいな感じで、リーがお腹空いたって言ったらすぐご飯作ってくれるし結構なんか女子会、女子トークとかで盛り上がるから、海野さんが海野さんがいいですと原動力って割と
リリちゃんだったと思うんですよ。リリちゃんという末っ子がいたことで、ちょっと1個の4人のファミリーに慣れてるというか、もうこの子はがあったから、4人の距離が縮まったっていうのはすごいあると思うし、すごいなんか心洗われるんですよね。だから多分4人それぞれに配信している中で辛いことももちろんちょっとそれぞれは持ってたと思うんですけど、それが集まった時にバッて浄化されるの多分リリちゃんの持ち前のプラス面のおかげだと思ってて、すごい、うん、だから、うん、ロッキーっていうチームになれたのはリリちゃんの力が大きいかなっていうのは、うん、リリちゃんありがとうですね。リリーは本当にもうなんだろう、こんなに可愛い子いるんだみたいな、なんかこう擦れてないというか、すごく純粋に分かんないことに向き合っててすごいなと思って、末っ子っぽい抜けてるところがあるのに実はすごいしっかりしてて、なんか損得なく可愛いところがあって、なんか結構私女子校出身なんで女の子と話すときちょっと緊張するんですよね。あ、なんか女の子っていろいろ考えているよねとか、可愛いし綺麗だしすごい優しいけどちょっと怖いとこがあるっていうのをすごい前提としてすごい持ってて、リリーはすんごいもうそんなのないみたいな、お日様みたいな子で本当に沖縄の空みたいな感じで、曇りのない子なので、おかげで私がすごいなんだろう、泣きそう。こんな仲良くなれて嬉しいみたいな、やばいやばい、ティッシュティッシュ。なんかロッキーの中でもリリーと日高さんがなんか芸人コンビみたいになってるんですよ。リリコンビみたいな、なんか結局リリーがボケていじって突っ込んでくるみたいな、一番ちょっかい出しやすいです。なんかふざけてちゃんと返して面白く返してくれるから、日高さんとはずっとこういう感じでやっていきたいな。そう、芸人、そう、ロッキーの中のコンビとしてこれからも2人で場を上げていけたらなって、卒業してもこのロッキー4人でずっとやっていきたいです。日高に関してはまあなんだろうな、一番多分自分近い存在なんですよね、やっぱ相棒的な感じで、まあ、頼れる相棒として、まあ、いつも見守ってもらえたらなって思いますね。日高の方が年下です。すごい日高が結構もう本当にバランスを全部取ってくれてて、やっぱりチームの、うん、で本当に縁の下の力持ちというか、もういつも支えられてます。はい、日高がいるから俺がもう前にこう前に進めるというか、本当頼れる相棒ですね。ということで、はい、初心者大使卒業試験に参りたいと思います。勝てるわけねえだろ、これ勝てるわけねえだろ、そんなの。さあ、すぐログインしていきますよ。鬼ね、ということでこの VTR はメンバーにはそうなんサプライズでお届けしたんですが、はい、あのインタビューはなんて聞いてたの？ファンブックの取材って聞いてたんですよ。ファンブックの取材、斉藤 V ですよ、あいつですよ、会場にいますけども。そうなんです、
はい、あの実はここまでいいインタビューが取れたのは、はい、斎藤 V のおかげでございます、うん、V ありがとうございます。スペシャルサンクスでした、ね、でもファンブックの取材って言ってんのに映像でロッキー誰も疑わないっていうね、はい、ことでございましたが、いい顔して答えてましたね、本当にね。はい、改めて説明をさせていただきます、はい、昨年の9月12日にオーディションに受かり、ドラゴンクエスト10を1からスタートし、ドラゴンクエスト 10TV やユーザー生放送を通じてその楽しさを伝えてくれたこちらの4人、第6期初心者大使として約5ヶ月の間さまざまな課題に挑戦しながら人気を過ごしてもらいました。そんな公平、海野、リリー、日高、この第6期初心者大使の4人が本日卒業試験に挑みます。まあ、あっという間だったと、ね、思いますが、はい、今の気持ちを一言ずつ伺いましょう。じゃあまずはリーダーの浩平から。まあ、俺たちは伝説を作りに今ここのステージに立ってます。これから卒業試験戦っていきます。圧倒的な強さを持って勝ちたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、ファイヤー言わないんだね余裕ないもう、あ、余裕ないんだね言えないね。はい、じゃあ続いて海野。はい、皆様、来てくれてありがとうございます。配信見てくれてる方もありがとうございます。これからまあね、結構ね強い敵とね戦っていきますけれども、まあ、皆さんね、ロッキーのみんなの背中を見ていつもね、こうあの後ろからこう戦ってるのを見ていて、あ、なんか幸せだなってここ数日思いながら特訓してたので、勝てるよね、勝てるよね、余裕はい、というわけで応援よろしくお願いします。はい、頑張ってください。さあ、そしてリリー。なんか泣いちゃうわかるよ。なんかずっと最初は本当に不安しかなくて、なんかでもロッキーのみんながなんかリリーを受け入れてくれて、ダメだ、でも今から戦うボスはやっぱロッキーで勝つし、勝てるって信じてるので頑張りたいと思います。頑張ってね。はい、頑張れ。さあ、そして喋れるかな日高さん、はい、一言もらえますか。あの、いっぱい練習しました。もう本当にあの仕上げてきてるんで、半年間本当にありがとうございました早い、まだまだやらんつもりやないまだだよ、まだね、ですけどもね、はい、皆さんにね、意気込みを伺ったところで、そうですね、うん、まああのまあいろいろねこう心配して見守ってた、うん、メンバーも多いということでございますんで、まあ、堀さん、どうでしょうか、ロッキーのメンバー、見守っていただいて、うん、いや本当ね、みんな頑張ったよね。でね、あのちょっとあっという間っていう気もしたんだけど、この4人にとってはすごく濃い時間だったと思うのね、うん、でさっきビデオ見てしまうけど、もういろんなドラマがあったと思うんで、はい、それがね本当感動的でしたね、うん、ぜひこの試験にも頑張ってクリアしてほしいと思います、はい、お願いします。ありがとうございます。さあ、ヨースピーいかがでしょう。はい、まあ、実はロッキーをオーディションする際に2つ決めていたことがあって、で1つは、はい、あのもちろん皆さん、あのニコニコ生放送をご覧の皆さんのアンケートの数字っていうのは参考にはしたいなと思ったんですけれども、あの、まあ、そこにあまり引っ張られることなく皆さんとお会いしてお話してバランスがいい4人に決めようというのを初めから実はオーディション前から考えていました。でもう一つは、多分皆さんあの今ドラゴンクエスト10ってすごくあの遊びやすくなってきて、あの多分先輩が容易に介入することによってもっともっとレベルが上がる、スピードが速くなったりだとか、うん、あの物語を簡単にクリアしたりとかってことができる状況にあると思うので、 あえてあまり干渉をしないようにしようと、ってすることによって、まあ、別にそれがいいか悪いかないんですけど、あのここにいる4人が姫プレイだなんだって言われるのも私としては嫌でしたし、そこはなるべく過干渉にしないで、4人の、成長を見届けたいなと
思って、いました。でそれをしてでもこの4人がですねすごいスピードで楽しんで遊んでくれていたことをですね本当に嬉しく思っていますし、今日これ言っちゃいけないのかもしれないですけど、リハーサル私出れなかったんですけど、リハーサルで負けたらしいのでですね、ね、VTR はなかった方が良かったんじゃないかという気がしなくもないんですけれども、はい、ちょっと頑張ってもらいたいなというふうに思ってます、うん、はい、なるほど、まあ、このドラゴンクエスト10の形にね、進化に合わせて6期のね、はい、そうですね、なんかこう取り組みっていうのも変わってきたということで、やっぱでもね、どこにもこう今までのキーとは違う6期らしさっていうのがすごい出たね、聞いてございましたね、はい、さあ、あやなちゃんはどうですか、うん、まあね、どの木もどの木でそれぞれ個性があっていいんですけど、はい、ロッキーは本当に何だろう、応援したくなる色がすごい強かったなって、うん、はい、ね、リーダーも大垣キッズ代表で初めはびっくりしましたけど、はい、ね、そんな年の差を感じない4人って言ったら、ね、褒めてるのか分かんないですけど、はい、でもなんか本当に見てて応援したくなるっていう、なんか初心者大使の一番のこう本会というかね、うん、を見た感じがして、今日も、ね、会場にはリューザーがね、うん、あいつが見てるのが一番やばいと思う、ね、見守ってくれて、ね、ね、マリオさんとかも、ね、駆けつけてくれて、ね、ありがとうございます、本当に、まあ、みんなに愛されてるっていうのがすごい伝わる気ですね。愛され大使だったなと心から、ね、思う気だったと思います、うん、はい、ありがとうございます。さあ